メガネ男子萌え、松下光平は、コア視聴率1%台ドラマ大惨敗、日テレの土曜危機を救えるか学校医薬で地上波連ドラ初主演。8月14日、人気俳優の松下光平37が、10月クールに日本テレビ系で放送される放課後カルテで地上波連続ドラマ単独初主演を務めることが発表された。放送枠は、 現在の7月クールは小芝風花27主演のゴー務ーム警視庁身元不明人相談室が放送中の土ドラナイン枠である。連続ドラマ放課後カルテは日清眉子の同名漫画《講談者》が原作の保健室ヒューマンドラマ。松下が演じるのは学校医として小学校の保健室に助中することになった小科医牧野先生。 超偏屈で口も態度も大きく不愛想だが、鋭い観察眼を持ち、小さな SOS を見逃さずに子供たちを救っていく男だという。松下は14日朝の日本テレビの情報番組デーデーに出演し、意気込みを語っている。子供たちの存在がドラマをほぐしてくれると思う。僕自身は思いっきり振り切って演じたいと思っていますし、 嫌われる覚悟でやりたいな、と思ってます。嫌われる覚悟連ドラ、放課後カルテでの松下は、医者らしいメガネと白衣に加えて従来の彼のイメージとは、180度侵略の、不愛想な表情を浮かべており、早くも注目を集めているのだ。見ます見ます見ます松下公平さん付きメガネ男子萌え。仏いただき面で白衣にメガネドキドキします。待ち遠しい。 など、ファンからの声で X、旧ツイッターは沸騰しており、松下の名前や、地上波ドラマ単独初主演も朝からトレンド入りしている。松下は現在、日テレでうどうゆみこ55が MC を務める音楽番組、With Music にアーティストナビゲーターとしてレギュラー出演中。同番組は毎週土曜日の夜七時十六分から八時十四分に、 放送されているため、10月からは、ウィズミュージックの終了後、そのまま松下主演の放課後カルテルが放送される形になることもファンを喜ばせている。土曜日は公平さんだらけということですね。新しい松下公平さんを見れるのを楽しみにしています。10月楽しみだなぁ、土曜日の夜は、ウィズミュージック主演ドラマってすごい流れ。 ボサボサメガネ白衣週末の楽しみが増えたウィズからのドラマ最高だね。ドラマ制作会社関係者は言う。松下さんは地上ハレンドラで単独初主演ということですが、これまで戸田恵梨香さん、35演じるヒロインの夫10代だ8を演じた NHK 朝ドラのスカーレットや吉高由里子さん、36主演の最愛 t b s 系、 21年10月期など数多くの作品で女性視聴者をメロメロにさせて沼落ちさせてきた実績がある。放課後カルテンの白衣メガネ姿も早速大きな注目を集めています。日テレとしては大人気の松下さんをチドラ9枠の主演に据え続く土ドラ10枠も含めた日テレの土曜危機とも言える厳しい状況を改善したいという。 狙いがありそうです。先の4月の改編により日テレでは土曜夜は9時から土ドラ9、続く10時から土ドラ10と2連続でドラマ枠という構成になっている。土ドラ9では4月クールに今田美代、27主演の花咲舞が黙ってないが放送され、現在は小芝主演のゴーホームが放送中。土ドラ10は4月クールにストーンズ森本慎太郎、 27主演の街並み照らす奴らが放送され、現在は福原遥か25主演のマルヒのミッシさんが放送中だが、いずれも視聴率で多く占を強いられている。現在のテレビ界は13から49歳のコア視聴率を最重要視しています。最近の With Music は絶好調とまでは行かずとも悪くない数字を出しつつあるのですが、 それに続くドラマ枠は4月クールも7月クールも絶不調で非常に厳しい数字になっています。前室の制作会社関係者。例えば7月27日のコア視聴率はウィズミュージック2時間 SP が3.3%、ゴー h o ームが1.4%、m a l のミッシ s さんも1.4%。翌週の8月3日のコア視聴率は ウィズミュージックが2.3%、ゴーホームが1.1%、マルヒのミッシさんが0.9%だった。この日は裏で TBS とテレビ朝日とフジテレビでパリ五輪の生中継があり、それに数を持っていかれたところはあるだろうが、ウィズミュージックはともかく、それに続く2つのドラマ枠がかなり深刻な数字になっていますよね。視聴率から読み取れるのは、 多くの視聴者が WizMusic の放送後に離脱してしまっていること。それで2つのドラマ枠とも厳しいことになっています。しかしこれは全クルも同様で、花咲舞もコア視聴率1%台、街並みも0%台で構造的な問題でしょう。日テレはバラエティでは他局の追随を許さない民放の王者ですが、 ドラマはかなり厳しい。そこで、WithMusic でアーティストナビゲーターを務める松下さんを、土ドラナイン枠の主演に起用して、9時またぎでの視聴者の離脱を防ぎ、さらに10時台のドラマにも視聴者を流していく、そうして、土曜の夜に日テレドラマにチャンネルを合わせる視聴習慣を作ってもらうことを、目論んでいるのではないでしょうか。全土 松下の人気に思い切り乗る感じのヒテレどうやら同局の土曜夜は最強の沼落ち俳優に託されたようだ。ドラマの公式ビジュアルとデーデーに出演した際の松下。役に入るとまるで別人のように不愛想である。